そのコケ玉4、まあ、5000円ぐらいですかね。うん。怖いよ。うちもさ、好きだよね、でもそういうのね。引っ越してからまた観葉植物買ったんですけど、あれなんかどっかで話したっけ？なんか元気ないんだ、今。え？うん。なんかあった？あのね、割と熱帯に、なんで笑ってるんだ？すごい、なんか、その、観葉植物のことをすごい僕も大切にしてる感じで今話聞いてるなと思って。大丈夫みたいな。そりゃそうだけど。そうそうそう。熱帯にね、もともと自生してるようなやつだから、ちょっと、良くないみたいね、この季節が。あ、冬がちょっと、今暖かくなってきたりとかって。そうそう。そうするとちょっと元気になってきたけど、買ってきた時は、本当店で見て、お、すごい元気じゃんつって、家に持ち帰って、もう2、3日後にすんごいもう枯れそうになってて。へー。やっぱね、難しいね、ああいうのはね。ちゃんとした環境じゃないと強く育たないから。ね、日光にちゃんと当てなきゃね、やっぱりね、人間も同じですけどね。腐っちゃいます。腐っちゃいますよ、やっぱ。そういうことね。うん、そうだね。毎朝浴びてますよ、僕も日光、ちゃんと。あ、俺も浴びてるな。あのさ、一緒の番組でさ、あの、スコボク来てくれたじゃないですか、梅ちゃん。はいはい、朝起きて15秒日光に当たると、体が一気に起きるっていうのを聞いてから、結構続けてて、僕。へぇ、やっぱいいですよ、朝。目覚めが良くない。うん、あのベランダ出て日光浴びて毛伸びするっていう。毛伸び？毛伸び？背伸び？え、毛伸び？なんか毛伸びって言わない？なんか手上げて。毛伸びは水泳。水泳？泳ぎ方。ベランダで水泳してんの。伸びをしてるってこと、ね。伸びだ、伸びですね。間違えてたんだ、ね、ずっと恥ずかしい。じゃあメール行きましょうか。僕フリートークほんとないんだよな。なんだろうな。なんか最近あったかな。なんだろうな。あ、誕生日にね、誕生日の3月7日の10時ぐらいにね、うん、まだ誕生日になる2時間前ですよ。うん。ヨシキから誕生日おめでとうってきましたよ。え？あれ？ 2 時間前に、あらかじめ言っとくわ、みたいな感じで。あ、分かった上でってこと？そうそうそう。うん、分かった上でね。へぇ、なんて来たかな？ね。ヨシキ、豆だね、でもね。豆だよね、ほんとに、ね。どうやってしてでも一番取りたかったんだよ。数時間先取りって、10時ぐらいに来てる。うん。うん、一番乗りしたかったんだよって。あ、そっか。気持ち悪いよね。おっと。で、3月8日になった0時ちょうどに、え？おめでとうって来た。うわ！これまんまと今、ラジオで話しちゃって。ねえ。ほんとだよ。絶対これ、どうぞっていう、どうぞ、ラジオでどうぞのギフトでしょ、これ。そう、そういうことだよね。このフリートークしてくださいっていうことだよね。でもわかんない。気持ちがね、ちゃんとあるかもしれない。いや、ないでしょ。あるでいいじゃんかよ。でも、あと誰から来たっけな。あ、まさきくんから来たな。うわ、おめでとうって来たから、えって送って。惑わすなよ。そんぐらいでしたね、僕の誕生日は。てかさ、梅原さんに言いたいことあったんだわ。え、何ですか？あのさ、はい、なんか紙袋今日さ、持ってさ、入ってきたじゃないですか。で、ホワイトデーのね、それま、ね、スタッフさんに女性がいらっしゃるから、お返し。買いましたよ。はい。でね、買ったじゃないですか。なんで黙ってやった、それ。まあ僕もね、ちゃんと同じこと思ってたから、ちゃんと持ってきてたから。持ってきてたから、ルマラさんから、あ、あるんだ、みたいな感じで言われましたけど、本当はさ、自分、ね、西山が買ってなくて、一人だけで渡して、なんか格の違いを見せつけようとしてただろ。そんなことはない。してたよな。いや、そんなことはないですよ。だって、あれ持ってくけどさ、持ってくみたいなさ、一つ相談があっても番組のさ、そんなやりとりことだから、いやいやいや、いらないでしょ。あってもおかしくないんだよ。本当？と思うよ。そうなの？じゃないか。いや、まあ、たまたまね、放送日が本当当日なのよ、そうそう。あ、収録日ね。うん、収録日が。だから、そうそう、まあ、思い出しましたよ。昨日の晩に思い出したよ。ああつって、寝るときに。そうだね、確かにね。そうそうそう。ホワイトデーですからね。いやー、ちゃんと西山様持ってきててね。わ、あっぶねーと思って、セーフって思った。忘れるかなとちょっと思ったけどね。そうね。ちゃんと持ってきましたから。言ってたからね。